ベランベラン燃えよ実況。あ、嘘だろ兄さん。急に、うん、あ、逃げて兄さん逃げて。こんにちは。こんにちは。ソーチャンネルです。ソータロです。マンペイです。というわけで、大好評いただきました企画、はい、劇レンジャーを一緒に見ようの第2弾。よいしょ、よいしょ。第2弾、いきなり27話です。27話です。飛びました。はい。って言いますのも、はい、劇レンジャーの劇チョッパーの登場回が、皆さん28話だと思ってるんですけど、実は27話が、まあ、チョッパーというか、必殺剣の登場回なんですね。なんで、それを撮っていこうと思いますけど。今日はゲストがいますよ。はい、何ですか？ででん！よいしょ。おもちくんでーす。やめて。なんで？二度とお餅に触らないで。それでは、はい、321の1でスタートボタン、再生ボタンを押しますんで、皆さんもご一緒に、はい、お願いします。いきますよ。321、始まってます。始まりました。いきなり戦いからじゃん。これ前回の鈴木だよね。映え、映えだね。これどこで撮ってるかが分かるのがすごい。分かる、分かる、分かんない。分かんないか。そうじゃん、まだあれだもん。そう、お兄さん、出た兄さん。そう、かっこいいな。そうだ、兄さんが初ロボットに入ったんだよね、これ。足に兄さんは一人で出せちゃうんだよね。そう、激闘者ウルフっていう、うん、ロン様。ロン様、前髪めっちゃ長いな。似合うんだよな、これ。かっこいいよね。中出したよ。ジュエンド、うん、いいね、兄さん。あ、兄さん。兄さんが。兄さんが。兄さんが。決めるぜ、言うて。どうした兄さん、どうした。同じこと言ってるぞ。どうした。あ、やばいやばい。あ、なってんじゃん。兄さん、奥になっちゃった。もうダメだ。もうダメだ。もうダメだ。入ったら。これね、あの、僕ら前回撮ったの1話じゃないですか、うん、1話を見ながらみんなで見ようみたいなやつ、はい、一気に27話なんで、いろんなこと起きてますよね。まず、わけ違うよ。まず、一番大きいことは、うん、我々3人、うん、スーパー劇レンジャーになってます。そうですよね。そうなんです。歌劇を習得したんだよね。してます、もう。三山戦っていうの。三山戦を経ての今だから。列が一番かっこよかった三山戦。そう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 、を経てスーパー劇レンジャーになり、ーーなりっていうか剣魔も復活してるんだよね。で、兄さんも、兄さん、ゴー兄さんが登場してます。登場してます、劇バイオレット。あ、これね、もうすぐオープニングで、これオープニングも多分変わるでしょ。これ兄さんいなかったらめちゃくちゃ面白いけど。劇ブルー来るよ。次兄さん来るよ。はい、来た。で、この後が、あれ？あれ？まだ入ってないんだ。まだ出ないんだね。あれじゃない？そうちゃん入ってからじゃん。入ってから一気に、多分どうするってなって、うん、そうか、まだで、そうそう、正式加入じゃない号が、そうで、まあこの後チョッパー入ってからでいいんちゃうかってなったんじゃない。どうするってそれ何。あの、東映の会議で東映さんがオープニングどうするかっていう話、入れるか入れないかで多分なったと思う。なるほどね。まあでも必殺剣入るしなって、多分その時でいいんじゃないですかねみたいな、うん、お話し合いがあったんだね、きっと ね、 ね。まあでもそうよね。いや、でも兄さんもう映ってると思った俺ね。そうだ ね、オープニング。そう、さあ、ベランベラン燃えよ実況。兄さん、兄さん大暴走じゃないですか。兄さんすごいよ。兄さん
ジャンプパンチしました。うわ。いやらしいですね、ロン様。すごい。やっぱり兄さん、ムエタイモチーフだよね。そうだね。ヤジバヨレットは。吠えてるよ。でも兄さんこの前の話でさ、うん、激レンジャーに入るって言ってのこれだから、うん、衝撃的だね。いきなり攻撃してきてるから俺らとしてはわけわかんないよ。お子様とか大混乱ですよ。何してんねん。ゴー。バイかわいいよね。バイかわいいね。今ちょうどそれ言おうと思った。ああ兄さん。ああ兄さん。兄さんになった。兄さん。いやこれ参ったぜ、ね。参ったぜ。ゴーの決め台詞ね。決め台詞。参ったぜ。参ったぜ。バイかわいいな。バイかわいい。もういつの間にかマクがここのセンターポジションだもんね。マク怖いよな。いやめちゃくちゃ怖いよ、うん、俺マクに踏みつけられた記憶とかあるよ、うん、マクに踏みつけられると怖いよ。餅見て怖いね。ねえ餅これほら悪いやつら。よしよし。お前らが決意してるよ。十元鏡ね、うん。もうこの辺から結構当時のストーリーの曖昧だ俺も。ねえ。十元鏡って言われても、なんだっけってなっちゃう。わかんないね俺。十元鏡って何？ちょっとネタバレになるんで言わないですけど、君大怪我してますよ。全部俺の仕業ってわけか。そうだよ。あんただよ原因。ほら、激レンジャー入ってもこの手で傷つけてたら狭いね。優しい。優しい。お、バイク捕まってる。本当だ。捕まっちゃったの。あ、そっか、初めて、うん、みんな会うのだね。巨大戦の実況なんて知らんもんね、君たちは。いや、すごいね。パタン。ほう。重々前進編。え、そうこれが前だよね。メレと戦ってんのが、すごい。変になっちゃった。不完全すぎない？あー食べられちゃった、うん、ああメレも髪長い。ほんとだ。タフじゃん。タフだ。あ、ゴーも不完全なんだね。うん、あの牽制のシャフとかピョンピョンさんとかは完全だったんだよね、きっと。でもさ、バエ不完全だったから縮んだって言ったけど。うん、
完全だったらめちゃくちゃ怖くない？確かに。むちゃくちゃでかいハエってことでしょ。ああ嘘だろ、兄さん。急に弟を狼ハンドで大ビンタ。あ、兄さん。でもね、やっぱレッツはもう兄さんを信じるんだよね。なるほどね。兄さん、すぐ兄さんを追うから。追ってるね。兄さん大変だよな。こんな急に。だってなりたくなってるわけじゃないもんね。ああ。もう理性を失っちゃってるね。ねえ。しかし。しかし。ここで体が生きてくるんですね。そうだね。暑いね。暑いね、じゃあ。いい顔するね。なんかこうやって一緒に見るの一話ぶりじゃん、うん、ちょっと上手くなってないですか？なってますよね。我ながらちょっとなってますよね、うん、ちょっとやっぱ自信がついてきてると思う。列として27話だもんね、もうね、うん、もういいよ。もうちょっと列は俺なんだっていうのがもう、うん、あるんだね。かなりあると思う。なるほどね。でもやっぱ劇レンジャー素面アクションがいいよ ね。やらせてくれたもんね。うん、いろんなことやらせてくれたよね。アーロン、あ、気づいてるね、マスター。さすが。邪気のせい。そういうことか。結構長いアクションだよね、これ。そうだよね、ずーっとやってるよ。どうするの？ CM？ あ、いいね、いいタイミングで。これいいよね。あー、背負い投げ。うわ。背負ってから腹パン。あ、いや、兄さんとは止まる。ほんと？あ、ほら、兄さんはやっぱ止まるのよ。ほー、やっぱ兄さんだもん。実況してる。ほら、すごいじゃん、バイ。すごそうなんだ。そうなんだ。勉強になるな。フライケンはそうなんだ。あ、あ。はい。はい。やばいじゃん。知らなかった。知らなかったんだ。なんで知らないの？兄さん。お。ことことだま。ことことだま。あ、兄さん。兄さん。兄さん。いろいろ兄さん、いろ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 兄さん兄さんいろんなところにあ、逃げて兄さん、逃げて兄さん兄さん、いい顔、いい顔なんだよな。
兄さん戦うよと。いいよ、いいかもしれない。よいしょ、止めた。絶対アッパーする。絶対アッパーするな、これは。絶対兄さんアッパー入れる。はじきだ、はじきだ。おお、最後いい、ね、最後アッパーが肘だよ、兄さんは。そうだよね、兄さんの必殺技はアッパーだよね。膝蹴り、うんうん。兄さんアクション超かっこよくない？兄さんはやって、もともとさ、やってた人だから。やっぱ違うよね、うん、かっこいいんだよな、兄さんの。いや、かっこいいよね。すごい、膝蹴りきた。うん、おい、すごいすごいすごい。え？いや、いや、兄さん肘だ。肘ね、肘やっぱ入れるよね。むちゃくちゃやられてんじゃん。すごい。大体ね、この時期になるとね、うん、我々やられることが多くなってくるから。そうだよね。そうなの。やっぱあの追加戦士を際立たせてくれてるんだよね。そうなのよね。来た来たね、スーパー激レンジャー。兄さんを待つ我々。今回むちゃくちゃこのタイマンアクション多くない？多い、結構多いよこれ。いいね、熱いね。熱いね、兄さん。いい、兄さんの蹴りは重いぜ。重いぜ。上がるね、足。デニムだからね、これね。すごいよ。ここ大好き俺。マジ。鳥肌。よいしょ。かっこいい。むちゃくちゃかっこいいセリフじゃない？かっこいいね。あ、回収した。あ、もう兄さん、じゃあこれで。打ち勝ったんじゃない、ね、かっこよ。かっこいいんだよな。渋いよな、うん。あ、おお、仲良し。いい顔、優しい時の兄さんの顔、ね、可愛がってる、うん、バイのおかげだね、本当に。いや、本当だね、うん。しゃべりの中に修行は。ああああああ、巨大戦大好きだな。この間ずっと待ってるわけですよ、我々は。戦って。大体ブルーイエロー待ってるから。つないでた。いや、来たよ。来たよ、兄さんが。かっこよ。ね、かっこよ。かっこいいのよ。待たせたな。兄さんの変身するときのこの、あ、口をこう閉めてさ、うん、の顔好き。やってくれるんじゃない？こういう感じわかる。わかる。めちゃくちゃ似てんじゃん。なんかやるのよ、兄さんって。やるよね。それがね、むちゃかっこいい。かっこいい。口がこことここっていう。こことここにシワを作る。そうそう。好きなんだ。肘から出しましたね。うん、ノックアウト。そんなん言うんだ。そんな決め台詞あった、ね、俺知ってる？一回あったの。知ってるよ。知ってる？何？日曜までやってなかった？何？ I made it。 あれさ、
一回でなくなったんだけどさ、なんなんかねコメントで見たよ、 I made it と気づいてましたみたいなコメントあったよ、うん、I made it 兄さんなんだっけ今なんてたっけ、ノックアウト深見兄弟なんか決め台詞あるのに、俺もあった気がするな、兄さんも、うん、ノックアウトこれ多分最初で最後だった確かに一緒に戦うようになってから聞いたことないねえ兄さんもだし兄さんも言わんかったし多分兄さん覚えてないじゃん覚えてこんなかっこいいノックアウトおうおうおお、ちなみにこの敵は何なの、魚、水っぽう的な、水じゃない、あ、お魚だね、うん、何なんだろう、鉄砲王じゃない、あ、おそらく、いいね、かっこいいよな、スーパーキレンジャー色ね、ね、めちゃくちゃかっこいいよね、白が増えたんだよね、うん、で、なんか背中にブーストすればついてるでしょ、ついてる、飛べるからね、すごいな、なんかパワーアップ隊があっていいよね、うん、君たち、大老老客、ちょっとずるいよね、うん、兄さんの自分だけ一体出せるのね、もう覚えてなかったそれ俺兄さんが俺らの足についてると思ってた、これが、あ、これがね、うん、爽やかなんだよね、めっちゃいいねこれ、あー、兄さんが普通に劇レンジャーにいるよ、いるよね、ね、すでに、めちゃくちゃ泣けるシーンじゃん、ダメだこれ、あああ、確かにずっこけじゃないですか、復活した、そんな一瞬で復活できるの、一瞬であれなんだね、吸収できるんだね、ツンデレってやつじゃないですか、ツンデレっすね、これはかっこいいな、だ隠したはず、懐かしい、隠したはずだよね、めっちゃ言われてた、カメレオン女いいとこ、カメレオン女に取られちまった兄さんでかいな、でかいよ、これでね、もうこれで終わりでしょ、ゴーが正式加入してした、もうこれでも完結よ、この輪は、この後なんかあんの、やあー来たじゃあオーズテンション低くない最初のオーズの終わり、あのえ、いや終わりかい、ケンちゃん登場しました、ケンちゃん登場、いやちょっとなんかオースとかなんかオースってなんか渋くない、なんかねちょっとまだ迷ってんだ、迷いがあるのかなんだろうね、自分では思ったでしょ、ちょっとテンション、うん、ね、ちょっとさらっとしてるね、うん、オース、ちょっと爽やかだったよね、爽やかだった、若いよな、そうなんですよね、まあ、28話、この次の28話でジャキチョッパー登場なんですけど、超楽しみ、27話の最後に出てたんだ、登場してるんです、いや、やっぱさ1話の時の君のやつの時、君すっごい恥ずかしそうだったじゃん、自分のやつ見るの、うん、今すっごい恥ずかしい、すごい、結構恥ずいよ多分、次だから 28? うん、うん、めっちゃ恥ずかしいよ多分、なんかなんだろうね、恥ずかしい、でもね表情とかもちょっとね
なんかね、慣れてない感が多分あると思う。いや、そうね。で後半逆に見ていくと、むちゃくちゃ良くなっていくのが分かると思う。いや、そうなんだろうね。もっと劇レンジャーの一員人としての責任とかも、もう出てきてて。そうだよね。最初ってやっぱり緊張するじゃん、いろんな。いや、あ、予告があります。あ、喧嘩し、お父さん、幸子。はい、はい、というわけで、はい、27話、はい、一緒にご覧いただきました。ちょっと、なんだろう、今最後に自分が出てきちゃった衝撃でいろいろ吹っ飛んじゃったけど、27話面白かったです ね。このゴーとバエの友情の始まりとか、ね、うん、まあ、でもここまでがだから兄さんの回だったよね。そうだね、そうだね、登場したのがここから 4,5 話ぐらい前だよね、うん、結構だから兄さんの回が続いて、で劇レンジャーになるってなって、今回また狼になってしまったけどバイの助けがあって、でもう今度こそもう狼の部分もなくなって、ね、正式にヒーロー、ヒーロー劇レンジャーの一員としてカニとやっていこうってとこで、最後に次回あの男がって言ってた今次回あの男がとかじゃなかったでしょ、ケイ・グラントさんが、ね、次回伝説のあの男か、言ってねえだろ大迷惑家面の宣伝ね、ロン毛胸毛野郎、胸毛野郎いよいよ登場見ると戦隊史上初とかなかった僕多分戦隊史上初初でしょ、ジャージで多分そのロン毛、ヒゲ、胸毛、ジャージのフルセットは初だと思うので、皆さん、はい、28話も楽しみに、楽しみによろしくお願いします。はい、イエーイ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。激バイオレット激ショッパー